こんにちは。美味しいものが食べたい、よしだよ。今日はね、業務スーパーみたいなのがこの名古屋地区ではね、アミカっていうのがね、結構、いくつも店舗持ってね、有名なんですけどもね、その業務用品をよく取り揃えた、スーパーなんですけども、そこでね、冷凍のアサリを買ってきたんですよ。で、今日はそれをね、ワイン蒸しにして、食べてみようかなと思うんですけどもね、ワイン蒸しっていうのは結構アサリのクオリティでめちゃくちゃ左右される、料理になりますからね。さあ果たしてどうなんでしょうね。ほんなら行こみゃか。はい、材料なんですけどね、こちらがね、冷凍の、殻付きアサリ、こんなやつなんですね。これを使っていきます。それとね、今日はバターはね、これ無塩発酵バターを使っています。このアサリがね、どれだけ塩分をこう抱えてるか分かんないもんですから、最初まずね、塩分のないバターを使っていこうと思います。それと、ニンニク、玉ねぎですね。玉ねぎもニンニクもこんなにはいらないですね。あとは、ワイン蒸しですからね、ワイン、これ白ワインの方を使っていきますよ。あとはそうですね、その時の状況で塩、それから胡椒、このあたりをね、使っていこうと思います。はい、まずはね、バターじゃないな、玉ねぎをね、ちょっと刻んでいきますよ。そうですね、2ミリから3ミリぐらいの厚みにまず、そしてね、これをそうですね、2つでいいかな、こんな感じ、かなり粗い感じで切ってくださいね。はい、では続いてこのニンニクですね。ニンニクはね、ちょっとこう端っこでやった方がいいですね。皮を1枚残して、あとはね、よっ、ペロッと剥けますんでね。はい、こちらはね、スライスしてからみじん切りにしましょうか。はい、こんな感じですね。はい、お鍋にはね、無塩発酵バター、それとさっき刻んだニンニクと玉ねぎですねが入っています。それにね、火をつけていきますよ。あまり強い火ですとね、一気にバター焦げてしまいますので、中火から弱火ぐらいで、まずは加熱をしていきます。ではね、色づいてしまう前にワインを入れていきます。はい、この冷凍のアサリなんですけど、どうやらね、これ一度加熱してあると思うんですね。解凍してきただけでこの口が開いてきましたんで、多分一度ね、加熱した上でこう冷凍してると思うんですね。そうすると、これを普通の生のアサリのようにね、最初にパッて入れてしまうと多分固くなってしまうんですよ。なので、こちらがね、もう出来上がった状態のところへ入れていきます。はい、ではね、蓋をしますよ。はい、ではね、ちょっと様子見てみましょう。ちょっと味見てみますね。アサリがほとんどこれは塩を抱えていなかったので、塩を振っていきます。もうちょっといっていいな。この時もね、優しくかき混ぜてやらないと、身が全部ポロポロっと抜けてしまう。これも抜けちゃいましたよね。
抜けてしまいますからね、そーっとかき混ぜてやってください。でさっきね材料説明で言ってなかったんですけど、パセリ、乾燥のやつがありましたんでね、これ使っていきましょうか。と香り付けとそれから彩りもいいですからね。はい、ではこれで完成です。はい、ではね盛り付けていきましょう。まあ、盛り付けるって言ってもね、この手はもう本当にねバサバサっとガサガサって入れちゃうのがね逆に綺麗です。あれこれ緻密に、幾何学的に積み重ねてしまうとねこれ本当に不自然になりますからね、こういうのはもうガサガサっとガサガサっといっちゃいましょう。はい、アサリのワイン蒸し完成です。うまそう。はい、じゃあね早速食べてみますよ。さっきからねいい香りしてるんですよ。いただきます。これねめっちゃんこうめ、アサリがねこれ輸入物なんですよ。ちょっとバカにしてたところがあるんですが、これねすごく美味しいですよ。この発酵バターの香りとそれからアサリの香りはね意外に強いんですよ。それとニンニクだとかねワイン、もう最高ですねこれね。美味しいものを食べてるときって本当に幸せですよね。美味しかった。なんかねのんびり食べてたらバッテリー上がっちゃったの全然気がつかずにね、途中うまいこと編集できるかなこれ。まあびっくりしました。名古屋弁で言うところでね、びっくりこいてまったで考えやこういうところですよ。もうねとてもその冷凍の、しかも輸入のねアサリとは思えない、確かねお値段もすごい安かったと思うんですよ。これは見つけもんですね。でこの中にね、茹でたパスタをボンと入れるだけでこれはもうボンゴレ、ビアンコですね、白だからビアンコの、ボンゴレビアンコになります。これねスープがねすっごい美味しいんですよ。でバゲットかなんかね焼きたてのバゲットかなんかこう浸しながら食べるのもねこれはいいと思いますね。もちろん酒のつまみならねもう言うことなしですよ。これもうオールマイティです。ビールでもいいです。焼酎、日本酒もこれ合うと思いますよ。それからワインもねもちろん合います。もうオールマイティなこれ食べ物ですね。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。